おでは始まりました、もちつちゃんです。今回はですね、トイックの結果がやってきましたので開封したいと思いますね。では行きますね、早速。さてさて、何点だったのか。はい、じゃあはい、なんと90点です。やりました。これでですね、83回目ですかね。では気になるアビリティーズメジャーとですね、何パーセントだったのかっていうのを見ていきたいと思いますね。住所、科学実験で見ていきたいと思います。さて何点だ。リスニングが低い。長めの会話89%。2つ目のやつですね。で一番下も93になってますね。間違えたとこなんかあった？全然記憶ないですね。でもまあ結構間違えてもやっぱりリスニング満点出るってことですよね。何パーセント分間違ってんのか、何問間違ってんのかな。1、2、3問かな。3問ぐらい間違ってるんじゃないですか。多分3問か4問ぐらい間違ってる。でもそれでもやっぱ満点は出るわけですね。リスニング全然そんな自信あったけどな。嘘。はい、続いてリーディングですね。リーディングが100100100100100100って全問正解ですね。リーディングは全問正解でした。珍しいパターンですね。リーディングが全問正解でリスニングが全問正解逃したっていうパターンはほぼないですね。何回かあるか。でもほとんどないですね。だからリーディングの全問正解の方が難しいんですよ、圧倒的に。だから、ずいぶん珍しいパターンになりましたね。そうだったんだ。リーディングの方が全問正解。まあなんかもったいなかったな。リーディング全問正解してるんだったら、リスニングも全問正解して、1200問全問正解狙いたかったですね。残念でした。はい。まあこんな感じでですね。まあ、3月ですね、は一番ですね、満点、3月の結果ですけど、3月は一番満点がですね、自分の中では取りやすいというか、確率が一番高かった回なんで、まあ、自信はあったんですけど、いや、そうですね、あの受験者が一番多いので、トイックは偏差値ですので、やっぱ人が多い方が平均で低いんで、だからですね、狙いやすかったんですけど、ちょっとびっくりしましたね。別にこんな間違えたんか。ちょっと次回、でちゃんとやりますね。来週ですけど、ちゃんと頑張ってやりたいと思います。なんか、そのやつが大きい感じ。気づかなかった。はい。ということで、次回また頑張って、受けていきたいと思います。はい。で、そのあれもありますからね。そこをラジオじゃん。ラジオというか、YouTube ライブもやりますので。ぜひですね、受験された方は聞いてもらえればなと思いますので、ではまた4月の受験も頑張っていきたいと思います。はい、 Thank you for watching。 ご視聴ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.